Hi everyone! In a project spanning over a decade, we are happy to report the completion of 3.8m telescope Seimei, Japan's largest optical infrared telescope. To see what makes Seimei so special, we talked to a researcher involved in the project, Masaru Kino from the Graduate School of Science. Our interview took place at the Okayama Astrophysical Observatory.僕の望遠鏡は完成すると日本で一番大きな望遠鏡となります。で、この望遠鏡っていうのは夜空で突然明るくなるようないわゆる突発天体と呼ばれている現象であったりとか、あるいは太陽系外の惑星ですね、こういったものを観測するということを目的に作っています。で、この望遠鏡はさらにそういうその科学的な目的だけではなくて、望遠鏡自体の開発なんかも大きな目的にしているものです。この望遠鏡は日本では珍しく、その民間企業からの資金提供で始まったプロジェクトです。で、その資金をもとにして望遠鏡の心臓部である鏡の加工ですね、そういった技術を開発して、で、その技術開発が完了してから、まあ、政府の支援を受けて2014年からその望遠鏡本体の開発というのを進めて、まもなく完成する予定です。この望遠鏡は日本で初めてのセグメントタイプの望遠鏡であるということを特徴にしています。でセグメント望遠鏡というのは次世代 その巨大な望遠鏡を作るのに必要不可欠な技術なんですけれども、まあ、こういった技術を獲得するっていうこととともに、この新しい技術を、まあ、中口径あるいは小さい望遠鏡に応用しても、より望遠鏡を作りやすくなるのではないかという、そういうことを実証するために作っています。この望遠鏡の技術の特徴である、そのまずセグメント鏡についてですけれども、これは1枚 その大きな鏡ではなくて、その小さな鏡をたくさん並べることで大きな一つの鏡を実現するという技術です。で、まあ、先ほども言いましたように、その巨大な望遠鏡を作るには必須となる技術 でそれを身につけるというのが我々の開発の一つのテーマになっています。で2番目に、その検索による鏡の加工ですね。で鏡というのは、その検索加工という、まあ、鏡の表面をガラスを削る加工によって、その大まかな形を作って、その後研磨という磨く工程で、最終的な高い精度の滑らかな鏡に仕上げるという、まあ、そういう2段階の工程を踏みます。なんですけれども、研磨加工っていうのは高精度にできる反面、ものすごく長い時間がかかるんですね。で、まあ、典型的には1年近くの時間がかかったりをします。なので我々の研究で、その高精度な非常に精密な検索加工を取り入れて、研磨で覗かなければいけない、研磨で仕上げなければいけない、その除去量というのを極力減らして、その非常に短い時間で鏡を加工できるようにしました。で3つ目は、その望遠鏡の鏡を支える画台マウントの部分の話で、まあ、望遠鏡のその観測効率を良くするためには、望遠鏡をできるだけ軽く作って素早く動くようにするということが重要なんですけれども、普通のものは軽く作ると当然弱くなってしまうんですね。なので、我々はできるだけ軽くてかつ丈夫なその機械構造を実現するために、まず三角形 そのパイプの組み合わせでトラスと呼ばれる構造を使い、さらにその歪み方をがその最小限になるように遺伝的アルゴリズムという設計手法を取り入れて、非常に軽くて硬い課題というのを実現しました。私としてはですね、まあ、この計画、太陽系外惑星の、観測というのも一つのターゲットにしているんですけれども、ちょっと最先端の科学とは外れてしまうんですけれども、実際に他の星の周りをその惑星が回っているというのを、まあ、この目で見られるということを、まあ、非常に期待しています。望遠鏡というのは大きいほど性能が良いというふうで、日本では我々が今回作ったよりも大きな口径 8.2m のスバル望遠鏡という望遠鏡を持っています。それ以外には口径まあ2メートルかそれ以下ぐらい の小型の望遠鏡をいくつか持っているという状況です。でその中で我々の 3.8 メートルという大きさの望遠鏡が動き出すんですけれども、
大きな望遠鏡というのはやっぱりたくさんの科学者からの、観測要求が集中することもあってなかなか、好きなように使えないという側面があります。一方でその小さな望遠鏡ではやはり集める星の光の量であったりとかあるいは分解能が足りないということで高精度の観測ができません。なので、自分たちにとって非常に使いやすくなおかつ、十分な性能を持った望遠鏡ということで、この望遠鏡が果たす役割が非常に大きいと思っています。新しい技術というのは、天文学の発展にとって必要不可欠なものです。なので、新しい技術開発を行えば今まで誰も見たことがなかったような新しい宇宙の姿というのが見えてくると思っています。それに対してこういった大きな望遠鏡新しい技術を取り入れた望遠鏡というのが作られる機会っていうのはやはり大きな予算が必要ということもあってかなり稀なことなんですね。そういった大きな望遠鏡を作れる、そういう機会にたまたま私が居合わせたということは非常に大きなチャンスであったというふうに思っています。新しい技術を積み込んだ望遠鏡開発してきましたので、この技術が他の望遠鏡にもたくさん使われてくれるということを願っています。今進んでいる一例としてインドネシアに、我々の望遠鏡とほぼ同じ形の望遠鏡を建設するという計画が持ち上がっています。将来的にはこの技術をさらに発展させてより大きな望遠鏡を作っていけたらいいと思っています。 Thank you for watching. You can read more about SEIMEI in the latest issue of Kyoto U Researchers magazine.